牛肉マジでうめえこれ。ジョジョルとも久しぶりだけどね。いや本当そうですね。久しぶり。いや覚えてないぐらい久しぶりだわ俺。体育前とかもほとんどね、あっちで撮ってたから。そうですね。久々に道場来たけど、うん、どうすか最近。最近草ついなんか練習頑張ってると思うけど。今日も練習終わりです。そうです。練習終わってそのままここ来ましたね。ありがとうございます。はい。すみません遠いところ。いやいやいや。まあ怪我、まず怪我。そうですね。ちょっとそこが気になるな。うん、怪我まあできることはめちゃくちゃ増えてきましたね。まあ最初打撃から始めて怪我したばっかりの時は、でどんどん増やしてって下からの寝技でやってって、だから今一通り MMA 全体全競技はできるぐらいの治りにはなってます、ね、うん、はい、だからまあ MMA のプロ練とかも出れるようになって、練習は一通りできるような状況だと。タイ行った時はできてたんですか。あ、タイから MMA の練習始めました。そうなんすね、はい、全体のタイって動ける体で帰ってきたいねって1ヶ月やったけど、うん、全然変わらないんだよな、うん、あれ何なんだろうね食べてるものもさそんなに変わらないのよ俺らで、俺はだいぶこう、うん、いい感じにしまってくんだけど、うん、いつまでもなんかこうなんかね、いやこれはほんとほんと承認がマジ斉藤さんなんで、謎だよ、謎、ほんと飯じゃないよって、あの僕シェイプになってないのは、はい、飯じゃないよっていうのはほんと斉藤さんが承認なんで、マジ一緒の飯食ってましたからね、うん、ほぼなんならあのご飯俺減らした時あったんですよ、ご飯粒は食わないみたいな、はい、でも変わんないですかね。そう、さすがにちょっとこの変わらない体型で帰れないんじゃない日本っつって、うん、いやそうっすね、うん、ご飯半分にしますご飯食べないわとかってやってたけど、うん、変わらないんだよね、分かんないけど多分僕の予想水分めちゃくちゃ含みやすいんで、はい、結構水分だと思うんですよね。ああ多く吸収しちゃうみたいな。うーん、そうですね、むくみというか、むくみがひどいっすね。なるほど。僕だからそういう塩分を置いたらラーメンとか、うん、食べたら次の日もう分かりやすくむくんでるんで、もう足のサイズちょっと変わるぐらいなそんなむくむくいやいや本当に本当にいや本当に本当に本当にめっちゃむくむ、体質なんかじゃん、うん、だから体質ですね。だからまあ試合のだから時水抜きとかするときは水はめっちゃ抜けますね、ドバーって。常にスポンジ状態なんで、そう常にスポンジ状態。あ、そうですね、確かに含みやすくて、はい、絞るとギュッて出るみたいな、はいはい、だから汗かあの練習した時とか、はい、僕の座ったとこだけ本当もう池みたいな水たまりできてた。そうそうそう、なるんすよ、なるんすよ、そんな暑いみたいな。そう運動量とか練習量は結構ねあるはずだけど、なんでだろうね。タイって着替えなくていいじゃないですか、うん、なんか タイのみんなってこう結構着替えないで、はい、まあ、日本だと僕汗っかきなんで、はい、あの絶対一練習につき6枚上持っていくんですよで短パン2枚みたいな。どういう具合で着替えるんですか。あ、だからこう、まあ、例えばスパーだとしたらスパー終わって、はい、あちょっとびちょびちょになってきたなと思ったらそのインターバル中にスッスッってこう着替えるみたいな。まあ、格闘技の場合ってあのマット滑るんで汗で、はい、怪我しちゃうから危ないんでこまめにこう着替えるっていうのはね、うん、一つありますけど、タイは別にねそのなんかマットが滑る感じじゃなかったんで、なんかマットがちょっと畳っぽいマットみたいな、そうそうそう、摩擦が効くみたいな、うん、で1時間ちょっとぐらいで終わるから、うん、まあ、そのままやっちまおうみたいな感じですけどね。だけどタイでも僕一応ちょっと着替え持ってってましたね。実際に着替えてました。あ、実際着替え、まあでもほあの枚数は2枚にしてたんですけど、みんな着替えてない中俺だけ着替えてました。でもそんぐらい汗っかき、まだ、ね、まだ試合するにはもうちょっと絞らないとっていう感じなのかな、はい、現実的に言うと。まあそうっすね。で絞れてくるとねだいぶこう体の負担もねなくなってくるんで、膝の負担もないかなと思うけど、うん、なかなか落ちないっていう現状ですよね今ね。それなんかその標準のいつも練習してる体重がその怪我の前よりも多いって感じなんですか。まあ、でもやっぱり怪我し僕2回連続しちゃったから、はい、ちょっと前に比べたらちょっと重いかなってとこありますね。まあ、あと絶対年齢あるよ、うん、あやっぱ若い時のようにいかなくなってくるですよね、うん、こう減量も減量もやるほどやっぱ落ちづらくなるっていう、うん、もう俺も30センチやってるから、うん、昔と違うもんね体も。荻窪さんの水抜き動画とか見てもやっぱしんどそうっすもん、やっぱその重ねていくごとに年齢とその水抜き回数、前はこんだけ落ちたけどだんだん落ちなくなってくるってなってるから、うん、だいぶこう日常の食事とか、うん、ちょっとずつ調整していかないと維持するのもなんか大変になってくるのかなみたいな
ことは感じるかな。いつものルーティンじゃ逆にダメってことですよね。そう、同じようにやってるのに、なんか落ち悪いなとか、普段通常体重上がってきたぞみたいな、ことは絶対年齢もあると思いますね。だから食わないっていうのじゃダメだっていうのは分かりますね。上がってきた、あの量じゃない、質、質、うん、納豆を毎日食ったりとかはしてます、はい、栄養管理みたいな、そう、あとビタミン C だから斉藤さんもそのケアした方がいいよって言ってくれたんで、僕今週1は絶対その体のケアしてくれる人の、うん、友達いるんですけど、はい、接骨院やってる、はい、そこ行ってケアしてもらったりとか、あとあれ入れた方がいいかもね、うん、銭湯行ったり、循環、はい、特に水含んでるから、うん、多分水分量で1キロ2キロ多分変わってくると思うから、うん、こう一応疲れを抜くって意味でも、うん、こうサウナじゃないけど交代浴とかね、うん、熱いお風呂と水風呂入ったりとかして、うん、コンディショニングみたいなことやってった方がいいのかな、うん、ちょっと怪我し硬くなってる部分もあるんで、逆をかばってるからとか、だからそこもでも だいぶ今ちょっとその継続的にケアしてもらって、はい、もうだいぶ柔らかくなってきてますね。そうですよね、そう考えるとほんのこの間まで松葉杖ついて歩いてて、そうね、そう考えてだいぶ治りましたね。最初なんかもう階段、うん、降りるこう膝をちょっと曲げるだけでもガーンってこう、はい、もう踏ん張れない感じだったんですけど、まあ、だいぶそれに比べたらめちゃくちゃ治ってきました、うん、今8月でしょ、うん、年内いけるかね、うん、どうだろう、その試合とか大津さんどんな感じなんですか。怪我したくないなっていうのはあるんですけど、もう完全体に直してコンスタントにやっていきたいなみたいな感じのは思ってますね、うん、もうなんかもうその空いてた分取り戻すじゃないですけど、開けないでどんどん試合出ていきたいなみたいな、もう怪我できないですね。そうですよね、もう嫌だ、もうマジで本当試合の怪我はしょうがないけどね、そう練習の怪我っていうのはちょっとね、うん、なくしていかないといけない、うん、もう時期的にはね、うん、まあ、来年ね香川大会発表されてますから、うん、ライジンだと、はい、まあ、ディープさんも年内だとどうなんだろう、間に合うかなっていう感じだよね、うん、まあちょっとまだそこまでは見えてないかな、うん、前だったらもうなんだろう、歩けないとかからスタートなんで、はい、なんかどこができないかとかもちょっとぼんやり、まあ、とりあえず 歩こうねっていうとこから始まったから、でも今できるとこが増えてきたんで、例えばここのクッションが足りない、踏み込みが足りないとかが結構分かってきたんで、そこを今ちょっとトレーナーだったりとかボクシングの大橋さんとかに見てもらって、そういうトレーニングとかそういう動き改善みたいな立ち方改善とかもやってって、なんか爪の作業を今してってる感じです。なるほど、はい、まあ、ちょっとねいつ試合になるかわからないですけど、うん、まあ、うちのチャンネルでも奥さん試合するまでの様子とか、うん、いろいろ追っていけたらなとは思いますよね。いや本当もうみんなに喜んでもらえたら、もうあいつ復活しちゃうじゃん、なんか怪我してる人とかなんか同じような境遇の人とか、あ、できんじゃんみたいな。いや本当そう思いますね、うん、同じ境遇でね苦しんでる人がねいるかもしれないから、自分が頑張ることで勇気を与えたいというかね、うん、返していきたいみたいな気持ちですよね。そうですね、いいじゃないですか、うん、いいコメントもらっちゃったなこれ最後整えてくれたの斉藤さんですけどね俺なんとかね、まあまあ、あれをあげたいですね、こうあれがこうなんですけどねっていうのを斉藤さんは要約するとね、そう、斉藤さんはいつも要約してくれるんで、はい、いや本当斉藤さんチャンネルから来たファンの方ってめちゃくちゃ温かくて、そうなんだよマジで本当にいやいやもうマジで、そうですね、もうなんか結構細かくメッセージとかも、うん、暑い中ご苦労様です、うん、熱中症には気をつけて頑張ってくださいねとか送ってくれたりとか、何気ない一言がね、そう嬉しかったりするんだよな、めちゃくちゃ、うん、なんか俺の練習の動画あったら頑張ってますねとか、うんうん、めちゃくちゃ温かいです。だ個人的にもね、 SNS 発信頑張ってもらって、うん、そうですね、はあ、ファイターとして活動してますっていう発信活動もねやってもらえたらすごくみんな喜ぶんじゃない、はい、そういうつながりでハーレーともつながる、ハーレーの人とも、ハーレー今日ハーレー来てるんですけど、ハーレーダビッドソンね、そうハーレーダビッドソンのこれでしょ、そう バイクで、はい、のアパレル担当の方も、はい、写真とか撮ってくれるようになって、へえーうん、すごいじゃないですか。いや本当ありがたい、つながりでつながりで、まあ見てくれてとか、まあハーレーバイク好きな人って格闘技好きな人多いんで、逆もしかり、そうね、うんうん、確かに、そ
よ。大きいバイクを買うで行きます、うん、大きいバイクを買うお店に行きますか。ハーレーハーレー何ヶ月ローンみたいな。フルローンって何年ですか